どうも皆さんこんにちは、ロックと申します。僕はポケモンマスターを目指すんだドン。僕はトーチ理論を使い自らのポケモンを支配することができるのだ。今日は僕の相棒となるポケモンを紹介していく。ではさばいていく。あー、どうもどうもどうも、ロックの相棒の森田と申しまーす。そうですね、自己紹介としては僕の得意技は原子番号113番日本にビームでございます。じゃあ次の回でまた会いましょう。タラララララララ。次回強敵リヴァイアさん現る。乞うご期待。